これ飛んだ。これぐらいのペースで打てたら一番いいんですけどね。お願いします。お願いします。松山プロの、はい、今回はショートアイアン、はい、まあ、ウェッジから、まあ、9番アイアンぐらいまでの距離コントロールなり、あとはまあ練習方法をちょっとあの聞いていきたいと思うんですけど、はい、ウェッジ、まあ、最初多分練習の始めにすると思うんですけど、はい、まあ、どういう感じで練習しているのかとか、まあ、そういうのをちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど、はい、はい、まあちょっとまあ打ってもらって、まあどうですかね、あんまり変わった練習はしてないですね、うん、ここは。でもそのプロになってからよく見るんですけど、はい、左手1本で打つことが多いと思うんですけど、やっぱその左手で1本で打つその利点というのはどんなところにあるのかなと思うんですけど、まあ、ちゃんとした利点は分かってないんですけど、僕も、うん、まあ、右手1本も左手1本もやるんですけど、うん、まあ、スイングよく変えるんでまあそこでなんていうんですかね、ロングゲームとショートゲームの差がすごく出ちゃうんで、ロングゲームのスイング変えちゃうと、うん、ショートゲームもすごい影響するんで、でそのショートゲームはショートゲームでこうしっかりと作って、その差をなくしていってあげる作業です。なるほど。もう本当シンプルに、まあ、ウェッジからショートアイアン、ミドルアイアンと続いていく中でドライバーまでもうスイングを同じにしたいと。大体同じぐらいにしたいから、ドライバーとウェッジ、はい、もうちっちゃい、まあ、もう20ヤードぐらいも、はい、をこうどん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 同じようになっていったら、うん、すごくシンプルになってくるんで、これ、うん、だからもう本当にシンプルにしたいんですよね。でも左手1本抜けて、そのインパクトのイメージを合わせるって感じ。まあショットのための練習っていうのがすごい多いかもしれないですね、アプローチ。アプローチは。なんか同じイメージで打ってるんで、うん、例えば左手でもなんていうんですかね、ただうまく打とうと思ったらこう上からこうやってこれでもうまく打てる時もあるし、はい、でもそういうのじゃなくてしっかりとボールを運んであげる。こういう風になんかこうフェースに乗せて、乗せてしっかりと、まあ、ショットも多分ブラウンスに来た時にしっかりとここに来てないと、うん、こうなったりとかシャフトが寝たりすると、まあ、このアプローチでも寝ると多分うまく打てない。なるほど、はい、両手だったら寝ても右手カバーできたりとかするんで、うん、まあ、そういうのをしっかりと、しっかりとそのやっぱインパクトの戻ってくるように、まあ、戻ってきて、なおかつ球をこう、はい、運んであげるっていう感じを、まあウェッジじゃなくてショットのための練習みたいな感じで。なるほど。でもこれが良くないとアプローチもやっぱ調子が悪くなるみたいな感じはすごくありますね、自分の中で。その自分の中の今のそのバロメーターみたいな形で。そうですね。だから朝練習スタート前とか行ったら、うん、まず最初に3球から5球悪かったらまあ10球ぐらい打つときもありますけど、まあ、それでちょっと合わせてる感じですね。そうですね。でその中でその球をちょっとこう20ヤードとかでも少しとちょっとドロー系とか。あ、そうですね、これはドロー系に変わってきたっすね。まあ学生の時からそうですけど、うん、全部こう右に切れる方が自分は好きだったんですけど、うん、やっぱアメリカに来てからフェースに乗らない、自分の感覚としてなんで乗らないんだろうってすごい思ったら、やっぱ芝の違いとかいろいろ感じたら、やっぱ少しドロー系に入れた方がしっかり乗るっていう。ということはその本当20ヤードとかもそのショートサイドの10ヤードのキャリーの時でも若干ドロー系なイメージ。そうですね、まあ10ヤードって言ったら、まあ、10ヤードはまあそこになるよね。でもやっぱり入りがそのやっぱ全然日本にいる時は多分どっちかというとこういう感じで入れてたんで、まあ、勝手にスティック書いてる、はい、細かくすみません。でイメージこのまあそのボールとして日本にいた当初はちょっとこういう感じで、特にここの下半身も使わず、うん、ちょっとこういう感じでずっと打ってたんですよね。どっちかというと、まあ、下は止めといて、うん、そうですね、ちょっとスティープに、でこう右手の手首も全然使わずにこういう感じで打ってたんですよね、カットっぽく。そうっす。でそれでずっともうジュニアの頃から作ってきたんで、うん、もうそれは普通だと思ってたんですけど、うん、こっち来てやっぱりいろんな芝やっていくにつれてそれじゃ全然寄らないし、うん、アプローチはめちゃくちゃ難しかったんで、え、なんでと思って、全然どうしたらいいんだろうと思って、まあ、それこそ丸山さんとか、うん、まあ、いろんな人の打ち方とか見たらあんまりこうやって打つ人いないな、あ、カットっぽくね、はい、まあ、こっちに上がる人いるんですけど、うん、結局ここで全部まっすぐまっすぐって感じなんで、
自分にとってはそこがちょっとインサイドながあって、ちょっとインサイドインサイドインサイドイントゥインってやつじゃないですか。ということは当初まあ これぐらいの少しまあそうです、ね、ちょっとカット軌道だったのが、まあ、真っすぐややちょっとインサイドぐらい。そうですね、イメージはやっぱこっちからこう入れて包み込むように、うん、包み込むような感じ。そうです、フェース面での方がやっぱフェースに乗るようになったっていうのは。一二球、はい、フルショットポンプ、あ、はい、60度がいい。60度で球大体85ぐらいかな。練習で気をつけるのはあんまりターフを取らないと。そうですね、うん、ターフ取るのはいつも、まあ、取れるからね、取れるんで、うん、あんまりこうレッジでこうしっかり取るようになっちゃったら、うん、距離感が本当に合わなくなるんで、うん、その取った距離感をまた作んなきゃいけない、はい、その試合で、まあ、どうしてもこのウェッジっていうのは柔らかく落としたいじゃないですか、うん、ってなると、まあ、あんまりターフを深く入れないで距離感を作っといて、深く入れるときプラス何ヤード、うん、そのアジャストさせていくみたいな感じですよ。だから当初のこっち来たときっていうのは、少しオープン立ったときっていうのはもうちょっとターフは深かった。全然深かったですね。でもどっちがいいのかって言ったらそれは分かんないですけど、うん、今その前の打ち方をしたら、まあ、引き出しが多分増えてると思うんでうまくいくかもしれないですけど、うん、あんましたくないですよね。ちょっと戻りたくないって思う。戻りたくないね。これ結構入ってるね、スピンが。スピン入ってますね、今の。すごい戻ってきたもん、今。